こんにちは、柳です。今回はね、ブラッドパイソンの動画になります。結構いろんな方からブラッドを飼育してみたいんだけど難しくないですかって聞かれることが多いんですよね。そういう人たちが一番気になっているところといえば性格です。気性が荒くすぐに飛んでくる個体が多いんじゃないかとイメージされている方が多いです。あとは何と言っても大きさですよね。かなり大きくなるヘビなので最終的にどれぐらいのケージが必要になるか聞かれることが多いです。あとは温度や湿度だったり餌のことも聞かれますね。ってことで今回はヘビ仲間のヘビゾウくんの家にブラッドパイソンについて話をいろいろ聞いてきました。ヘビって種類っていうよりは個体差によっていろいろ変わってくるので、その種を多数飼育してる方から話を聞くっていうことが一番参考になるんじゃないかなと思います。特にね、これからブラッドを飼育してみたいなと思ってる方にこそぜひ見ていただきたい動画だなと思います。じゃあ早速話を聞いてみたいと思います。まず現在ヘビゾウくん家では5匹のブラッドパイソンを飼育してるんだけど、一言で言うとブラッドパイソンってどんなヘビ？大きさを除けばとっても飼いやすいヘビだと思います。どんなところが飼いやすい？食いむらはまず ないです。食いむらがない、はいはい、あとバタついたりあんまりしないんで、まあ扱いやすいのかな。扱いやすい、まあこう見ててもね、動いたりしてないもんね、あんまり ね。もちろんね、この辺っていうのは個体差もあると思うんだけど、比較的もうメンテの時とか出してもこんな感じ。そうですね。あ、まあ大きいのもあるんですけど。はいはいはい。じゃあ次はみんなが一番気になってるところだと思うんだけど、性格。5匹飼育してるけどどう？やっぱり個体差あるんですけど、うちにいる個体では比較的まあおとなしい個体が多いのかな。じゃあ大体全部こう触れ合える？そうですね、触れない個体はいないですけど、やっぱちょっと小さい個体は荒めですかね。それはやっぱり成長とともによくヘビであることなんだけど、成長とともにおとなしくなっていくっていうこと？そうですね。あとやっぱりブラッドって機嫌のいい悪いっていうのが結構効くんだけど、はい、その辺は飼育してる個体はどう？やっぱりありますね。ある、はい、そういう時はあ、じゃあ機嫌悪いからメンテはやめとこうとかっていう風になる？そうですね、今日は触らないでおこう。じゃあ次の質問です。今この子が入ってるケージのサイズを教えてください。横幅150の奥行き80の高さ45です。はい、ちなみにこの子の大きさはだいたい220cmぐらいだと思います。体重は18kg、最後に測ったのは18kg ぐらいでしたね。でそのケージでどんな感じに見えるの？今ちょうどいいか、ちょっともう狭くなってきてるのかな。じゃあ後々はもっと大きなケージが必要になると考えてる？そうですね、やっぱりブラッドもね、大きいケージがもうそれこそ1800とか、はい、1800の900、600ぐらい。高さはあんまりいらないのかな。まあ高さはね、はい、じゃあ次の質問です。温度、湿度は？この部屋でだいたい28度前後になるようにしてます。湿度はだいたい 60% は切らないように管理してます。それっていうのは暖突とか保温器具を使って、それとも部屋ごとエアコンとかで管理？部屋ごとエアコンがメインです。そうすると冬場なんかだと 60% の湿度を保つのって難しいと思うんだけど、どういう方法でやってるの？加湿器をもう全開で、あとは使ってる、はい、
極端に湿度が下がる時だけケージの中に霧吹きを。霧吹き、はい、あ、そうすると霧吹きすれば朝晩1回ずつぐらいで大丈夫だよね。そうですね。じゃあ次の質問です。餌は何を使ってますか？この個体を含む大きい方4匹のブラッドは今豚ですね。豚、はい。小さい子はラットの XL。 あ、ちなみにこの今映像に出てる個体にあげるサイズとペースは 1.5 キロから2キロぐらいの豚を月約1回です。1回、はい、はい。でも人によっては豚の入手ってなかなかできないよね。そうですね。自分の場合は柳井さんから定期で売ってもらってるんで、そうね、うんうん、そこは困らないですけど、やっぱり市販、普通には市販されてないんで。そうだよね。なかなか難しいと思います。買えない人の方が多いかもしれないからね。圧倒的にそうだと思います。そうなるとやっぱりラットになっちゃうよね。そうですね、自動的にラットですよね、うんうん。まあ大体こんな感じで飼育に関しての話は聞けたんだけど、逆にブラッドを飼育する上で気をつけなきゃいけないことを教えて。はい、やっぱブラッドで言うんだったら圧倒的にケージの強度ですよね。強度、はい。市販の94号のガラスケージとかだと、もうあっという間に割られてしまうんじゃないかなっていう。どれぐらいからやる？もう水入れとの隙間とかにもよりますけど、うん、もう3キロぐらいでも力が強いんで。壊す、はい。あ、そうだよね。よく SNS なんかでも市販のガラスケージ粉々になってる人見かけるよ ね、はい。じゃあやっぱり3キロとか5キロぐらいからケージっていうのもかなり強度のあるものを使わないと割られる。はい、まあそれプラスね、脱走につながっちゃうことだから ね、 そうですね、はい。ここのブラッドが入ってるケージは全て木製だけど手作りでしょ？そうですね、自作ですね。かなり強度はやっぱり気をつけてる。そうですね、ブラッドのために作ったケージなんで、ブラッドがどんなに踏ん張っても壊れないように。もうね、さっき一通り見たんだけど、特定でも買えるじゃないかなと思うぐらいの作りだもんね。じゃあやっぱりブラッドを飼育する上でケージサイズと強度と、そうですね、両方とも必要。はい、これは絶対だと思います。はい、じゃあ最後にヘビゾウくんにとってブラッドパイソンの一番の魅力とは？一番の魅力、うん、やっぱりこの太短さですかね。太短さ、はい。ヘビゾウくんでね、ブラッドだけじゃなくてアメジストだったりボールもたくさん飼ってるじゃん、はい。それでもその中でもブラッドパイソンが一番好き？そうですね、ブラッドパイソン昔からの思い入れもあるんで。思い入れ、はい。どんな思い入れ？いや、もう本当に子供の頃に図鑑で見た、こんな太短いヘビがいるのかっていうような。ああ、そう、一目惚れだったんですよ。そうなんだ、はい、初耳かも。はい、あ、そんな思い入れのあるブラッドをこれから飼育したいなと思ってる人たちにおすすめはできますか？やっぱり気安くおすすめはできないですよ、ね、できない、はい。なぜ？やっぱこのサイズ感ですからね。強度のある大きなケージと見合った餌を確保できる人にはおすすめしたいですけどね。おすすめ、そういう人におすすめしたい、はい、あだそうです。この子はさ、ちょっと大きめじゃない？かなり大きめか、はい。逆によくいるサイズって言ったらあれだけど、10キロ前後っている？いますね。出してもらえるかな、はい。あー、こう見るとサイズ感の違いが分かりやすいね。そうですね。マトリックスの方の長さはだいたい170前後です。170前後、はい。ケージサイズは横幅120の奥行き80の高さ40です。じゃあ横幅が30センチ違うぐらいで奥行きと高さは同じだ。そうですね。でもね、これからマトリックスもどんどん大きくなればね、はい、さらに大きなケージになるもんね。そうですね。こんな感じでね、今回はヘビゾウくんの家にブラッドパイソンの話を聞きに行ってきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。
なんだかんだでさ、この撮影で3回目だよね、家行くのね。そうなんですよね。あ、これからね、ブラッドを飼育してみたいなと思ってる人に少しはね、参考になったら嬉しいよね。そうですね。まあでも自分もまだまだ勉強中まだまだ勉強中、はい、そうだよね、俺なんかもそうだけど日々勉強だよ ね、 ですね。何年飼おうがさ、はい、またね、何か撮影協力をお願いする時があるかもしれないですけど、よろしくお願いします。それではね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。